オーダー受けたまわりました。ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を二人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。二人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ、仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！ゴムゴムのでっかいゴー！ジェットバズーカ！ほんとに頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。私はもう死にたいのよ。だこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、オハラの考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。
立てつくには、お前らがどれほどちっぽけな存在だか、わかったか？ロビンの敵は、よくわかった。狙撃キング。ん？あの旗、打ち抜け。了解。まさか。必殺、ファイアーバードスター、やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は生きたい！私も一緒に海へ連れてって！行くぞ！必ず助ける！ニコ・ロビンを海軍本部へ連行する。オスロ船の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で羽橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。巨人族は私が相手になろう。奥の塔へ続く羽橋は降りねえらしいな。あいつらもう近くまで来てやがる。捕まってる場合じゃねえ。のカーティフラムを取り押さえろ。奴を絶対に逃がすんじゃねえ。行くぜ。
しが鬼だぞ。来やがった。より早いな。正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じ、必ずみんなが来てくれる。ロビンを助けたきゃ、あと俺に手いかせ。奴らの行き先は分かってる。俺が片付いたら俺が先導してやる。でもいいぞ。あっ、私はソゲキング。ひるみはしないぞ。弾丸を跳ね返しただと。丈夫なのよ、鉄だから。ロロビンの行き先は正義の門だ。するぞ。女を連れてこい。あの門を通過するまでがリミット。ためらいの橋の支柱で迎え撃つぞ。無駄じゃ。ためらいの橋へ通じる扉の鍵はわしらが持っとるからの。誰だてめえは。カリウド。なるほど、お前のような男を俺は待ってた。助けてやってくれねえか、ロビンのやつを。え、何言ってんだお前。黙っていたが、ロビンは昔生き別れた俺の実の妹なんだ。なんだと。本当かよ。知らなかった。そんな話したことねえから。無理もねえ、だが事実だ。どうかロビンを。よし、任せろ。分かった、俺が必ずロビンちゃんを。そんなわけねえだろうが。見てろクソども。容疑は悪いな。ドドドドドキャノン。どうし。すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が。そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできねえこと。行くぜ、コミカス。狼の寝床に迷い込むとは、バカな子羊どもだ。行くぜ。どうやらこの俺を怒らせちまったようだな。敵の進路を封鎖できねえか、試してみる。ディアブルジャンブ。
強者死ぬの。ディアブルジャンブ、フランバージュショット。神は食物を作る、悪魔が調味料を作る。少し辛みが効きすぎたな。今はキックコース。チクショウ、おめえあの CP9 を倒して鍵を奪っちまえ。ここの装置を蹴り壊しゃ通路の扉を閉じられるはずだな。クソ、コーラが切れてきやがった。俺はちょっくら休止室に行ってくるぜ。その電電虫、マスターコール用の。なんてバカなことを。うっかりした。マスターコールをかけちまった。長官はニコロビンを連れて先をお急ぎに。私はここで海賊を始末しておきます。大変、お前らも守りを固めておけ。海賊ども俺に寄せつけるんじゃねえ。よく来た。あ、後のやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。うわ、扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ。会えやしない。もう二度とな。ここまでたどり着いたことは褒めてやる。だがこの先に行くことはできん。止まれない。生きてるだけで犯罪女。正義の門はもうすぐそこだ。行くぜ。
行くぜ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。負けられるかバカ野郎。俺のもう一丁らにかけて。ロビン、お前何やってんだよ。ウソップ、来てたのか。ここが地獄じゃあるべし。お前が死にそうな顔すんだよ。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。見せてやる六式のすべてを。極限まで高めた者の最強の大義。現状把握不要。四方の島ヘニエスロビー、その全てを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。ああ
おい見たか、これが俺が発動したバスターコールの力、これが正義だ。射出手段がねえ、どうすりゃいいんだ。何か聞こえる。ゼロガだ。この声一体わからねえが、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。キャノン、よし。敵地が決まったんなら最短距離で行くぞ。クードバーン。世界政府のやることかよ。彼は感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターコール。あの女ごと吹っ飛ばせと最初青木氏から言われている。最初青木氏より。しかし狙え、全艦攻撃開始。逃げすけ、瀕死に。容疑は悪いな。おのおのありがとよ。ありがとう。助かったなんだよこの声。誰？なんだこりゃ。人を見ろって。海へ飛べ！海へ！ロビー、ロビーを海へ落とせるか？任せて。海へ！メリー！迎えに来たよ。アイスのおっさん。とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。おい、なんだ
メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろ。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。わかった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙も一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。だな。行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。帆も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。